どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、私が小学校ぐらいの時ですね、もうザ・ベスト10ってもう何十週といってトップ1をキープし続けた寺尾明さんのルービーの指輪、こちらの曲をガズレレ流簡単アレンジでやってみようと思います。簡単アレンジとはいえどもですね、まあいつものように2バージョンやるんですけど、最初の初心者様バージョンは超簡単です。ただし後半のかっこいいバージョン、悶絶クラスの脳トレ、難しいバージョンですけど、まあこれはね一個ずつ分解してやってもらいたいんですけど、かなり奥が深いです。なんで初心者、最初の初心者簡単版とかっこいいバージョンのもう落差がすごい激しいんで、自分ができるところをこうかいつまでやってもらえばいいと思います。というわけで2バージョンやりますからね。最初は初心者さん簡単、あるべく簡単にガズレレ流初心者簡単バージョンやって、後半はどえらいかっこいいバージョンをやってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ皆さん、大好きな曲、思い出の曲、思い入れのある曲、もうどうしても歌いたい曲、最新の曲、自分で弾いて歌う弾き語りが、これがもう最高に楽しいんですよ。カラオケもいいですけどね、ウクレレだったらもう電源もなしにもどこだって弾けるわけですから、しかもちっちゃいんでね、バッグにスッと入れてどこで持ち運びできます。そして、音楽が苦手だわとか、もう音楽諦めた、楽器なんかもう私無理というそこのあなた、ウクレレだったら助けてくれますよ。弦4本だし、ちっちゃいし、あと、ね、簡単なんですよ。簡単でも奥もバッチリ深いから、ずっと続けられるパートナーになりますよ。さあウクレレぜひ始めましょう。じゃあどうやって始めましょうか。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルで、私が親切丁寧に分かりやすく YouTube でお伝えしてますからね。 YouTube 見てるだけでどんどん弾けるようになります。YouTube だったらね、いつでもどこでもスマホでも見れるし、ただですから、どんどんやりましょう。はい。で、ちょっとここのにね、ちょっとこの先リンク貼るんですけど、このリンク先のに行ってもらって、初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の1からウクレレ持って動画見てるだけでどんどん弾けるようになりますからね。ぜひ皆さん始めてください。じゃあ行きますよ。ここにリンク行ってくださいね。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、カシッ。いってらっしゃい。そこには私が取りためたすでに650曲以上のあらゆる音楽ジャンルの曲がすでにアップロードされています。それ全部ウクレレ簡単レッスン動画ですからね。動画に合わせてどんどん上手になりましょう。楽しくなります、とにかく。はい。じゃあ早速ルビーの指輪いきますか。まずは、簡単な方の初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。曇りガラスの向こうは風の街と、わずか二人の心が切ないね。殻一つの重さもない命、あなたを失ってから背中を初心者版簡単ゆっくりバージョンやってみました。もちろんガズレレ流オリジナルショートカットアレンジ、しかも簡単版でやっておりますが、いかがだったでしょうか。
はい、で原曲はですね最後の後半になるにつれてキーがどんどん上がっていくんですけど、あのキーが上がるとですねコードがめっちゃ難しくなるんで、ガズレレではだいたいこういう時上げないでやっております。はい、そこをご了承ください。入門者に最適なようにしてます。さあ、いつも言ってるんですけど、動画のテロップと一緒に見ていただくのもいいんですけど、自分でノートとかに書いてそれを見ながら演奏するっていうのもまたこれ一個頭にすごく入ります。ぜひやってみてください。その時の参考になるようにまあノートを見せようと思うんですけど、これこっから後半にやるかっこいいバージョンとノート一緒ですんで、いろいろ書いてありますが、あんまりびっくりしないでくださいね。今ねイントロちょっと省いたんですけど、もうてんこ盛りですから、あのかっこいいバージョンでは今はこっからやり始めた。まあ後でここイントロ解説するんで、まあひとまずここを見ておいてください。で下にこうくるっと丸く書いてあるやつは、かっこいいバージョンでやるやつで、今は上の段をやったんですけど、もしこれ C と E7 いけそうだったら、あの弾いてもらってもちろんいいですよ。あの難しいことではないんですけど、まあなるべく簡単にするためにやってますんでね。じゃあここからメモっていってください。まずこう A メロ B メロ、下にいろいろプレーズとかフレーズ2とか書いてあるね。はいはい、後でこれ解説しますから、ね、今上の段やりましたんで、ここちょっとあのここのところだけここちょっとカットしてここに行ってますね。はい、ちょっと動画内でそこら辺掴んでください。ガズレレオリジナル簡単版にしてます。さっき今やった初心者バージョン。はい、でここからサビっていうか、まあ A メロと一緒ですけどね。はい、コード進行はもうすごくシンプルで、一時停止でメモってくださいね。なんですけど、これが嫌でしょ？ここの B7 とかね。A7 ってなんだっけ？まあ、コードの解説をじゃあしていきましょう。まずですね、シンプル簡単バージョンは、ここ消してこの数でやったんだな。7個って書いてある。ほら。簡単コード7個。Am、C、B7。これは簡単じゃないかな。後で解説します。Am、C、B7。Dm、G7。E7。A7 はこれ1個ね。あと F です。はい。で、まあ今回ちょっと珍しいのは B7 と A7 だと思うんですけど、それを除いたやつはこれはもう超基本コードのうちのメンバーなんでね。これ超基本コードっていうのはですね、はい、これ、ガズレレ必須コードといって、これガズレレ必須コードって8個のグループがあるんですけど、この8このコードを一番最初に優先的に覚えてください。コードというのは星の数ほどありまして、全部覚えようと思うと大変で、覚える必要は全くないんですけれども、まあ、とっかかりとしてこのガズレレ必須コード、8個。以前私がめちゃくちゃ分かりやすく面白く解説している動画がございまして、ここにリンク貼っておきますので、ここでお勉強してください。コードはここお勉強で必須ですからね、お願いします。じゃあまず B7 行こうかな。 B7 っていうのはですね、まあ、2つ押さえ方あるんですけど、今回は私のおすすめの簡単バージョンの方にしたいと思います。ちょっと やってみましょう。これ初心者の人はちょっと難しいかもしれない。押さえる場所こことここでこう斜めですね。こういうの1弦は押さえてないです。でも鳴ってますよ。はい、これ B7。 これ今回この B7 を使ってみたいと思います。あともう一個 A7、 これは簡単ですね。 A7 はこれ見てもらうと分かんない、指1本だけ、3弦の1フレット、これが A7。 はい、 A7 です。さあ今はこれで4つ弾きでゆっくりやってみましたということで、じゃあ皆さん今回はかっこいいバージョンはかなりやばいです。かっこいいバージョン解説入っていきます。まずですね、これイントロからして結構来てるんですよ。ここでちょっとコードが難しいことがジョンジョンと出てきちゃうんで、このイントロだけでまあコードが増えてるって感じですね。追加されるコード Am7、これ名前はすごく大げさでしょ。でちなみにいつも言ってるんですけど、小文字の M はマイナーで大文字の M はメジャーでっていう風にガズレレで言ってます。 Am7 はこれ4弦の1フレットだけです。これ簡単ね。これ Am から1個下がった、これ Am7、よくあるやつです。はい。で、あと D7。これはさっきのガズレレ必須コードのグループの中でかっこいいバージョンでしか出てこないんで、あの、イントロだけで出てきます。はい。これはいいね。あと、Am7。これなんですけど、よく見てください。B7、さっきでお勉強した B7、1個ずれてるだけなんですよ。これもだから簡単ですよね。B7、さっきやった B7 はこことこことここでこうだったでしょ？はい。今これからやる Am7、これ。全部ゴッとずらすだけ。はい。これもイントロだけで出てきますからね。はい。じゃあコードはこれで終わり。じゃあ、どんどんいきますよ。どんどんいく。こっから、皆さんよく集中してください。これね、難しい。まずここ。イントロ。でってってるでってってで。でってってるでってってる。あのメロディーやります。これ見てください。まず最初。Am のところ。これワンブロックでこれ一個ずつ弾くんです。Am だったら最初に Am でジャンと弾いて、だってででででだだです。ここからここまで Am です。ここをよくメモって。1弦の0、
2弦の3、4、5、1弦の3、2弦の5です。やってみましょう。まず、Am、一番最初のブロック、1回弾きます。次、1弦の0。次、2弦の3、4、5、1弦の3、2弦の5、ダーダーです。ワン、ツー、スリー、フォー。早いでしょ。ずっ、Am1 回弾いて1弦の0。3、4、5はすごい早いから、1回右手ピッキングする。タタタンって。はい。右手1回しか弾いてないでしょ。追っかけてくる。タルテー。1弦の3フレット。5を弾いて、ダダッ。また Am。次。A シャ、Am メジャー7。繰り返しです。ずっとこれの繰り返し。次は C だから。次 D7。すごいでしょ。はい。これタブフって言うんですけど、こういう風にね、時間が進んでくる。この読み方、わかんない方、ここに、ガンズ&ローズズっていう洋楽でタブフを解説してる動画私作ってますね。これでタブフの呼び方をマスターしてからこれメモってください。フレーズ1です、これが。で、ここ、次につながるんですけど、これ矢印は、このマークです、このマーク。これシンコペーションといってリズムが、ドーンと前に食い込んでくる。これ、ちょっと、今デモ演奏しますけど、ここで、A シャープメジャーマイナー7が出てくるんですね。ちょっとやってみましょうか。続けてイントロ全部やってみるけど、ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、フォー。A マイナー、次ここ。次は C。次 DA7。次ここね。A マイナーからアップで、D7、A マイナーで、ここから F をね。こんな感じです。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。曇り。こんな感じですね。ここ。結構難しいですから。ポイントですね。はい。で、フレーズ1っつの覚えておいてくださいね。さっきのこれフレーズ1。後でまた出てくるとこあります。で、どんどん行きますと、はい。ここでフレーズ1が入ってきた。A メロの一番最後。はい。さっきと同じことをやります。そしてここ、背中を丸めながら指のリング受け、ここに見てください。フレーズ2って書いてあります。ここ、A マイナーでまた決め。これはですね、ここに書き出しております。フレーズ2。A マイナーを押さえたまま2弦、0、5、5、4、3って書いてあります。はい。ちょっとここやってみましょうか。背中を丸めながら指のオーリング受け取ったね。ベベベンベン。A マイナー今、親指で押さえてます。上のね。フレーズの時は5まで届かないんで、ちょっともう一回、指のオーリング受け取ったね。5、4、3、と、0、5、4、3ですね。チャだね、最初。0っていうよりは。チャッパーナダンダン。このフレーズ入れてみましょうね。Am 押さえたまま、0っていうのはチャです。まあいいや、0、5、5、4、3っていうイメージですね。はい。そして今の俺に帰るのところ。俺に帰るじゃん。俺に返すな。俺に返す。下見て F 弾いといて、1弦の3と5。次のブロックも Dm 弾いて、1弦の3と5です。1弦の3と5って書いてあります、これ。ここも1弦の3と5ってちょっとごめんなさい、ここ見づらいな。うん。まあ、1弦の3と5って書いてあるんですよ、これ。ちょっとやってみましょう。F を押さえて。俺に返す。これいいでしょ？森ならば、ペンペンです。ちょっとこれ Dm の時5押さえるのがちょっとしんどいかもしれない。なんとかこうやってください。俺に返す。森ならば、こういう風になってきます。かー、これ。ね。やっちゃった、これ。ズンズクダンズがつくパンツパン。リズムは16ビートですからね。これはだから生半可じゃないです。口で言ってみる、ワンビートから F から。デンダンツタスカバンババン。ダンダカダンツタスカバンババンです。ダンダダン。16ビート。はい。まだまだありますよ。で、ここのね、次が難しいですよ。ここをちょっとやってみましょうか。ここ、フレーズ3出てきますね。まず最初デモ演奏だな。俺に返す森ならば聞いてくれ。でれれ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 れ
ってなります。今のはフレーズ3、今のは ここなんですけど、フレーズ3ってね、サビに行く前ね、サビっていうか、そうね、誕生石に行く前、ここ。じゃあ見てみましょう。またこれさっきのタブ譜ですけど、最初に Am 弾いて2弦の3ズンダンタ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 ンジャッタンジャンダン、2弦の3203弦の 20Am1 回やゆっくりやりますよ。ドン三二ゼロ二ゼロ E セブンダーン、もう一回 A マイナー一回弾いて2弦の三二ゼロ、三弦の二ゼロ E セブン E セブンです。ズンダンズ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 ダンダッタでソーネットなっていきます。あとはですね、トゥルルトゥルルに戻るところでちょっとあのフレーズがあるんですけど、ここ最後ね戻るときに、誓った愛の幻、ここフレーズ1があるでしょ、でってれれってってれ、次ちょっとつなぎで Am でダダかける4って書いてあります。ここのちょっと雰囲気やってみましょう。ダダかける4、誓った愛の幻、ダダダダダダダタラタラタ、ちょっともう一回、誓った愛の幻、トゥルルトゥトゥトゥルトゥルトゥルトゥ、こんな感じです。ダダッ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 、 Am4 回カッティングで決めて最後のトゥルルに入って、ちょっとなんとなく難しい面白いところなんでやってみてください。はこれで決めは終わりたかな。であとですね、さらにいきます。さっきも言ったんですけど、この基本的なリズムは16ビートのチャです。すごくファンキーなやつ、カッティング入った方がいいですね。16ビートのチャ、カッティング入りバージョン。で、さらに深めます。見てください。A メロの16ビートをここにします。曇りガラスの向こうは勝手の街、わずかったりどこを転がせつないね。こんな感じです。ドゥッパッツパッツパンバツカバカツパッツパッパンダツカツカ。最初ちょっとカッティングから入る。見てください、これ。ツツパツタコツクパンツクパカツカツツパカツパツクパンツクパカツパ。これは基本。ツツタツチャタツツタツツクチタツタ。チ、この星はチャですからね。ドゥドゥダズチャタズズダズズズチャトドド。ちょっとメモってみて。ドゥドゥチャドゥタドゥドゥドゥタドゥドゥドゥチドゥドゥドゥ。雰囲気はちょっとこれ相当難しい、しかもファンキーでちょっとシャッフルで、バツはカッティングですからね。ゆっくりちょっともう一回いけるから、ワン・ツー・スリー・フォー、ツクパツパツパツツクタカツカツパツパツパンツクタカツカタカツパツパンダタカタカパンパツパンダタカタカ、はい、まあまあこれじっくりこれをちょっとメモっていただいて見てください。もちろんあのこれ難しかったら普通の曇りガラスの向こうは風の街、普通の16ビートのチャでも十分難しいと思うんですけれどもね、まあ、一応やってました。特にあので B メロの背中を丸めながらは今のカッティングとか通常の16ビートでやろうと思うんですけど、まあ一応ねちょっとかっこいいの目指しましたね。ルビーの指輪雰囲気出るように、はい、そんな大盛りなんですけれども、ひとまずやってます。で最初にも言ったんですけど、これね、これからのかっこいいバージョンが全部できなきゃダメとかそういうの全然ないですからね。自分ができるところを、シンプル簡単バージョンをベースにこのかっこいいバージョンから落とし込んでいって、自分だけのバージョンを皆さん作ってください。クリエーションですから音楽は、はい、自分ができるあのかっこいいバージョン作り上げるための、まあ、参考材料として、こういうのを見ていただくのもいいかなと思います。はい、お時間がある人はこうぶつ切りにしてパートパートで脳トレとしてゲームみたいに、練習していくといいと思います。じゃあそれではやってみましょうか。ルビーの指輪かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。Bye.
のルビーの指輪。はい、かっこいいバージョンやってみました。ここテレッコルテレッコルコル、てんこ盛りです。これてんこ盛り、ルビーの指輪もほんとてんこ盛りですね。もうこれはね、楽しかった、楽しいですね。これで、まあ、脳トレ的要素っていうかね、なんかアスレチックゲームやってるみたいなもんでですね。まあでも いつも言ってるんですけど、こういうの面白いんですけど、歌がおざなりになって、こういうのばっかり集中しちゃうとね、なんかね、やっぱりあの、歌中心で置いておいてくださいよ。やっぱ歌のこの、それを、歌を盛り上げるためにこういう伴奏があるわけですからね。まあでもこういうのができるとね、これ合致した時に、歌とこう、きちんとハマるとね、なんとも言えないこう幸福感を味わいますから、本当にです。まあ、こういうのがね、きっとね、まあ楽しいところだと思うんでね。まあ、いずれはこういうので、これ難しいですからね、私でもちょっとね、本当に難しかったです。でもこれ、こういうのね、テーマで持っとくと楽しいと思いますので、皆さんもぜひいろいろ挑戦してみてください。ルビーの指輪、ありがとうございました。じゃあ、ちょっといろいろご案内を見てください。いろいろなイベントなどやっております。どうぞ！ホームページ、どうご覧になってくださいませ。ホームページのリンク、ここに貼っておきます。はい、2019年、いよいよいろんなことが始まりますよ。まず、今年第一発、ま、この CD をねまず出してる、これガズさんの CD なんですけど、2枚組で、1枚は作品としての CD、 もう1枚はその作品としての CD が弾けるようになるレッスン用 CD。 これが深いですよ、これ面白いです。 CD に関する情報すべてここにリンク貼っておきます。この CD、ぜひゲットしてください。急遽変えるんですけど、覚えてもらってどうするか、イベントで一緒に歌いましょう、練習しておいてください。でさっきの CD のところに、全部無料公開で、音源全公開でレッスン動画も上がってますから、はい、どこで目標をどこに定める、9月1日に2019年9月1日の日比谷野音でガズレレ、ここに向けてます。ここでこの急遽できればやりたい。さあそれに向けてイベントどんどんやっていきますよ。1月17日はその先ほどの CD、 ガズの CD レッツゴー最高、タワーレコードインストアイベント、タワーレコード新宿店ですよ、はい、19時から1月17日待ってます。ウクレレ持って皆さん駆けつけてください。仕事帰りお願いします。はい、そのちょっと1月19日今年初の大イベント、ガズレレ大イベントは大阪から始まります。大阪花博、花博記念ホール待ってます。翌日1月20日は名古屋スーパードライ名古屋、すごいですね。はい、この1月19、20はガズレレ歌本ボリューム5の先行発売です。よろしくお願いします。じゃあどんどんイベントインフォメーションしましょう。最新情報、1月じゃね、2月の16日は広島行きます、初登場。2月の17日は博多、初めての場所。皆さん、お一人様でも大歓迎ですよ。お一人様ね、全然大丈夫ですね。お仲間もちろん大歓迎。いっぱい話して、一緒にバイバイしましょう。待ってます、お願いします。さっきも言ったんですけど、9月1日は日比谷の野音。ちょっと、スケジュールを下げてください。よろしくお願いします。そんなことで2019年にモリモリやっていきます。さあ、くれるでワイワイやりましょう。音楽は聴くの最高だけど、やるのもっと最高。これが合言葉です。どんどん弾ける方を教えてあげてくださいね。さよなら、バイバイ。よし。やりたいことやるのがナンバーワン。